皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの皆様光彦です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日のテーマはこちらです。新シリーズ、仕事に役立つホスピタリティの心得その3、イライラしない、いつもご機嫌な自分でいる方法とはについてお伝えしてまいります。この動画を最後までご覧いただくと、自分が仕事に向き合う上で自分がどんな思考を持ち、どんな行動をすることで自分の成長や楽しさ、仕事のやりがいや喜びにつながるかが分かりますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。よろしければですね、チャンネル登録もぜひお願いいたします。さあ、好評のこの新シリーズですね、仕事に役立つホスピタリティの心得ですね。このシリーズではサービス業一筋30年とですね、この私の経験で培ったこのサービス業で働く極意をホスピタリティ視点でお伝えしております。今日の仕事に役立つこのホスピタリティの心得というのは、イライラしない、いつもご機嫌な自分でいる方法とはです。人間ですね、誰しもですね、イライラしてしまうこと、機嫌が悪い時ってありますよね。人間にとって喜怒哀楽という感情はですね、プライベートであっても仕事であっても日常的に生まれてしまいます。感情は伝染すると言われており、職場の明るさや笑顔というのもですね、いつも元気で明るいムードメーカーのスタッフがオフィスに入ってきただけで職場全体が急に明るくなり、みんなが笑顔になるなんていうこともですね、よくあることなんです。一方で怒りや悲しみといった感情もですね、伝染するんですね。ある調査では、怒っている人や不機嫌な人、イライラしている人についてどう思いますかという調査を行ったところ、必要以上に近づきたくない、そういう人には最低限の連絡や報告で済ませる、つい顔色を見てしまう、萎縮してしまう、関わると面倒くさくなりそうといった回答が得られたそうです。このことはですね、自分は悪気がなく無意識に放っているこの不穏な空気をですね、周りは敏感に感じ取っているということを意味します。そして大切なのは、それはですね、自分だけの問題ではなくて、それによって周りの関わり方や行動が大きく変わってしまうということなんですね。そして不機嫌な自分は、先ほどの調査結果にもあったようにですね、近づきたくない、話しかけたくない、関わらないようにしたいといったですね、自分にとっても相手にとってもいいことって一つもないんですね。これはですね、仕事の生産性という観点でも悪影響を及ぼしています。私はですね、この前職のホテルマン時代ですね、私はこの宴会予約という部署でですね、企業からですね、この、依頼される宴会、まあ、いわゆるパーティーとかそういったものですね、の受注から打ち合わせというのを担当してたんですね。でそのお客様の中ではですね、お客様からのリクエストで料理にこの地元のものを入れてくださいといったですね、こういったご要望をいただくことがあります。そんな時にですね、料理長にですね、通常のメニューからこの変更の相談に行くわけなんですけども、その際に気になるのがやっぱりですね、この料理長の機嫌なんですね。機嫌のいい時は、お、いいよって言っていただけるんですけど、機嫌の悪い時はですね、なんでそんなリクエストを聞いてくれたと怒られるんです。それを分かってるですね、同じ部署のですね、私たちのメンバー同士ではですね、常に料理長のご機嫌に関する情報共有が欠かせなかったわけですね。今日は機嫌が悪いからやめた方がいいとかですね、今日は機嫌がいいから頼み事をするならチャンスだよとかですね、このような情報が職場にこう飛び交っていたんですね。でこのようなですね、誰かの機嫌一つで仕事が滞ったり遅れたりして生産性が上がらないようなケースが実は多いんです。それはですね、上司部下の関係においてもですね、今日の上司の機嫌がいいか悪いかでですね、相談するかどうかを決めるといった全く同じようなことが日頃から職場で起きていたりするんですね。したがってですね、日頃から穏やかな雰囲気、朗らかな佇まいでいることを心がけることが、職場のムードを良くする上でも、お互いが気持ちよく仕事をする上でも、生産性を上げる上でも実は重要なんですね。しかし人間である以上、相手に対して怒りを感じることもありますよね。そんな時のですね、怒りの解消法を今日は特別に5つお伝えします。まず1つ目は、6秒間やり過ごすということですね。怒りの感情を感じたらですね、まずそれを表に出す前にですね、6秒間
冷静にカウントすると怒りが収まるというふうに言われております。そして2つ目は自分の怒りを採点するということなんですね。10点満点でイラッとするレベルを1点、絶対許されないレベルを10点と自分の中で採点するとですね、意外にですね低い得点のレベルで怒ってんだなっていうケースが多くてですね、そんなレベルで怒りを表現する必要性を感じなくなるということなんですね。そして3つ目、怒りを感じた時に心が落ち着く言葉を自分に言い聞かせるということです。例えばですね、怒りを感じた時にこんなこともあるさ、こんな日もあるさとかですね、怒るほど怒るほどのことじゃないなと呪文を自分で決めてですね、自分に投げかけることで怒りを収めるという方法ですね。そして4つ目が思考を止めるんです、はい、怒りを感じた瞬間にですね、青い空やですね、綺麗な海などをイメージしてですね、一旦思考をですね止めてしまって冷静になるということですね。そして5つ目は深呼吸をする、怒りを感じた時にそこから一旦席を外してですね、あるいは外に出て深呼吸をしてからデスクに戻るとかですね、まあ、こういったことになります。まあ、このようなですね、5つはですね、このアンガーマネジメントというふうに言ってます。怒りの感情をコントロールするために自分自身をマネジメントするということを意味しているんですね。誰しもですね、職場は明るくて、笑顔が溢れていて楽しい職場がいいと思っているはずです。自分の感情は伝染し、それが職場に影響を与えていると考えてですね、あなたのイライラ、怒りなどのマイナスのエネルギーではなくて、笑顔や明るさや元気といったこのプラスのエネルギーをぜひ職場に伝染させていただきたいと思います。それがホスピタリティの大切な価値観である相互満足、お互いの満足に値し、相手の心の栄養を満たす貢献ですね、相手への心理的な貢献につながるということになります。ホスピタリティの心得その3、自分の感情は伝染すると考え、プラスのエネルギーを伝染させるべし。はい、いかがでしたでしょうか。この動画が役に立ったと思われた方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。またこのチャンネルではこれからもサービス業で頑張っている皆様を応援するビジネスメソッドを毎週お送りしてまいりますので、ぜひチャンネル登録もお忘れなく。そしてザ・ホスピタリティチームではサービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティング、講演サービスを提供しております。よろしければ概要欄をご覧いただきたいと思います。また私の新刊著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なこと、PHP 研究所さんから発刊されております。そちらでもリーダーのマネジメントのヒントになるエッセンスがたくさん書かれておりますので、そちらも概要欄をご覧ください。それでは最後に、今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にして、貢献を喜びに変えるこのホスピタリティで輝きのある一日をお過ごしいただきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。